ビクトル・スタルヒン、ビクトル・スタルヒン、1916年5月1日から1957年1月12日は、ロシア帝国生まれ、北海道育ちのプロ野球選手、投手。本名は、ビクトル・コンスタンチーノ・ビッチ、スタルヒン、ビクトール・コンスタンテ・ノビッチ・ストルッチン。戦時中は、スタ・ヒロシに改名。沢村英二野口二郎、藤本秀夫と並ぶ。 プロ野球霊名機の大投手で、NPB 史上初の通算300勝を達成、稲尾和久と並ぶ、シーズン最多勝利記録も保持している。また、日本プロ野球開発の外国生まれの選手であった。1916年、帝政時代のロシアの虹にたぎるに、ロマノフ王朝の将校、父コンスタンチンと、母エレキドアの一人息子として誕生。 1917年のロシア革命の際、一族の中に王党派がいたため、革命政府、共産主義政府から迫害される。一家は革命軍に追われながら、ウラル山脈から広大なシベリアを横断し、国境を越えて日本の支配下にあった満州のハルビンまで逃げ延びた。1925年、日本に亡命。日本への入国に必要な大金を何とか支払い。 北海道の旭川市へ、日本では無国籍の白系ロシア人となる。旭川市立日小小学校へ入学し、いじめられながらも成績優秀、運動神経も抜群で、徒競争では20メートル後ろからスタートさせられても一等になるほどだった。大正から昭和にかけて全国的にも少年野球は盛んであり、スタルヒンも学校のチームで活躍した。 旧正朝旭川中学校、現北海道旭川東高等学校に入学し、強し速球投手として鳴らした。全国中等学校優勝野球大会の北海道大会では2年連続、1933年、1934年で決勝に進んだが、味方のエラー等により赤敗し、夏の甲子園には、あと一歩届かなかった。旧制中学1年時、 父親が自らの経営していた喫茶店バイカルの従業員に対する殺人事件を起こし、懲役8年の有罪判決で服役中に告示した。殺人者の息子となったスタルヒンではあったものの、すでに旭川中学校の当主として有名だったスタルヒン本人には同情が集まった。スタルヒンはこの事件のために経済的に追い込まれ、 旧制中学の授業料や生活費すら、同級生らによる寒波に頼るほど生活に困窮するようになり、日本国籍を取得できない縁印の一つにもなってい当初は、早稲田大学に進学することを希望していたものの、事件の影響で経済的に困窮したこともあり、大学への進学は難しい状況になっていた。 旧正中学3年生の1934年11月25日、当時日米野球のため来日していたアメリカ大リーグ選抜チームと対戦する全日本チームに半ば強引に引き抜かれそうになる。前年の日米野球で17戦全敗を起死し、その年も開始から5連敗を起死していた全日本監督の一岡忠夫にとって、まず一勝をあげるという史上命令のための 回答手引き抜きというアイデアであった。プロ野球が誕生しておらず、野球人気は6大学のアマチュアが支えていた当時、文部省は、学生野球の選手を、プロ球団と戦わせてはならないと通達したため、全日本チームを母体として、主催の読売新聞は、職業野球団、大日本東京野球クラブを結成、京都商業の沢村英二を中退させたのと同様の、 手口で、スタルヒンを退学させてチーム、後の読売巨人軍に入るため、旭川にスカウトを送るもの,の、地元のスターを引き抜かれることに、旭川市民と学校側は抵抗した。旭川中学校を甲子園へ出場させるという願いを持っていた。スタルヒン本人にとっては、苦渋の決断であったが、戦術の経済事情に加え、さらには亡命者であるだけに断れば、 家族全員国外追放、すなわち、ソビエト連邦への強制送還とする可能性を、ほのめかされたという事情もあり、断るわけにもいかず、旭川中央中隊。後ろ髪を惹かれる思いで母と共に上京した。クラスメイトには、一切事情を知らせないまま、夜逃げをするように列車に乗ったという。奇跡が、行くなぁ。という仲間たちの叫びに聞こえた、と、後年妻に語っている。 中学中隊と全日本チーム。そして、巨人入団への背後には、日米戦を主催していた読売新聞オーナー、勝利期松太郎の意思があり、スタルヒンがこれに従わねばならなかったのは、読売買収以前は、警視庁の実力者だった勝利期が、父の犯罪歴を盾に、日本国籍のないスタルヒン一家を同活したからである。と作家の佐野真一は、著書の中で断言している。 日米野球の17戦に初登板し、3番手として1イニングを無安打無失点に抑える。しかし試合はすでに数制が決まっていて、スタルヒンの請求の悪さに、米国チームが逃げ腰しであった結果だった。1934年11月29日、埼玉県営大宮公園野球場で開催された、同第17戦の8回から、敗戦処理で2イニングを投げ、これが、 プロ野球選手としてのデビューとなった。1935年2月からのアメリカ遠征に参加するが、無国籍だったためビザが降りずに、アメリカに入国できず、フランク・オドールらが奔走して、ようやくアメリカ入国が可能となった。また、日本の小学校に通学していたい仲物の、少年であったスタルヒーンは、水原シゲルと同部屋になった際、先輩、アメリカって外国人ばかりですね。 外国人って全然日本語喋らないんですねと感想を漏らし、水原を呆れさせたという。1936年にはそのまま大日本東京野球クラブの後ろ身である東京巨人軍に入団。7月3日の大東京戦に救援登板し、3イニングを無失点に抑えて巨人の公式戦初勝利に貢献した現在のルールでは部の対象。 スタルヒンは試合では、速球は良いものの、当初は、請球が悪く、死球が多かった。そのため、スイバラなど、ベテラン勢や先輩たちは、投四郎を、アホ、どこ見て放ってんだ、と、変わる変わる怒りつけた。繊細であったと言われるスタルヒンは傷ついたり、落ち込んだりし、涙を流しながら、このままじゃ怖くて投げられませんと監督に訴え、目を晴らしながら、 マウンドに立ち続けたとい。しかし、当時、巨人の監督に就任した藤本定義によって励まされ、猛練習によって、請求力を身につける。そして1937年により、沢村栄治に代わって、エースに台頭した。1937年7月3日には、ノーヒットノーランを達成。1938年から1943年まで。 続く6連覇に大きく貢献した。1939年に日本記録となるシーズン42勝、戦後の一時期スコアブックの見直しにより40、勝ち取れていた。後術を上げ最多価値を獲得、MVP に輝いた。同年、プロ野球史上初の通算100勝を達成している。165試合目での到達は、現在も破られていない、史上最速記録である。 191cm の長身から投げ下ろす、高速球を軸に、シュートとドロップで緩急をつけ、時にはシンカーで、内野ゴロを稼ぐ投球を得意とした。たまに長い前からクイックで投げたり、サイドから投げたりもしていたという。1939年には、日ソ間で大規模な軍事衝突、ノモンハン事件が起こるなど、日本人のロシア人に対する感情が悪化したため、 1940年にスタヒロシに改名を余儀なくさせられた。だが、スタルヒンは無国籍者だったため徴兵されることはなかった。さらに、日本がイギリスやアメリカと対戦した太平洋戦争の戦況が激化した1944年11月には、プロ野球が休止することが決定した上に、日本はソビエト連邦と中立条約を結んでいる上に、スタルヒンは 核系ロシア人であるにもかかわらず、適正国民として多くの交戦国や中立国の在留外交官等と同様に軽井沢へ軟禁された。さらに、1945年にソビエト連邦が密ソ中立条約を破り、日本に侵略を開始したことから追放処分にされる。終戦後の1946年3月のプロ野球の再開後には、 巨人軍の誘いを断って当時パシフィック監督の藤本貞義と再会したことでパシフィックに復帰、同年10月に史上初の通算200勝を達成した。1948年に藤本が金星スターズの監督に転身するとスタルヒンもこれに従って金星に移籍した。1949年には27勝を挙げて9年ぶりに、 最多勝利のタイトルを獲得している。ただ戦前のような体のキレはなく、以前の速球派から変化球主体の老下なピッチングに変わり、派手なジェスチャーの多いショーマンタイプの上手にかわす、スタイルになっていったという。1954年には高橋ユニオンズに移籍する。この時は仕立っていた藤本と一緒ではなく、藤本に高橋は契約金をくれる。 もう長くはできないだろうからもらっておけと勧められたからだった。後にこのお金をもとに美容院と薬局を経営する。1955年、慕っていた母親が亡くなった。同年9月4日の対大英戦、西京国で史上初の通算300勝を達成したが、後になって1939年の記録を当初の公式記録通りに戻したため、 同年7月30日に開かれた近鉄パールス戦、川崎球場での勝利が300勝となる。試合後にインタビューに答え、若林さん、ただし、元阪神、他も42までやったし、僕もまだ続けたいと意気込みを語っている音声が残っているが、同年に現役引退した。引退後のスタルヒンはいつもどこか寂しげだったという。 1957年1月12日22時40分頃、都内で行われた中学校の同窓会に出席するため、自宅のある港区南青山から自身の車で、世田谷区三宿にある国道246号、玉川通りを走っていた。しかし、当時付設されていた東急玉川線、玉田三宿駅付近で、 前の車を追い越そうとして、渋谷発二子玉川園行き電車、運用番号、形式、車両番号東負傷と衝突、即死した。友人の証言によれば、スタルヒンは、同窓会の会場と逆方向へ車を走らせている。上、乗っていた同窓生を車から降ろし、電車で行くように指示しているなどしており、いささか不可解な死として伝わる。その直前には、 友人が経営するボーリング場の会場式典に出席、飲酒しており、泥酔状態ではなかったが、飲酒運転だったという。スタルヒンの遺体は、秋田県横手市小物川町に位置する、妻の実家である、高志念寺に葬られた。亡命から最後まで無国籍だった。1960年、スタルヒンの功績を称え、その前年に創設された。 野球伝道の史上最初の競技者表彰に選出された。朝日川市民にとってスタルヒンは伝説的な英雄で、1984年に改修工事が完成した朝日川市営球場には、愛称、スタルヒン球場が命名された。球場正面には、スタルヒンの銅像が混流されている。流暢な日本語を喋り、義理人情も重んじて、日本人より、 日本人らしいと言われていたが、外人や亡命者というレッテルで仲間も決して一線を越えてくれないことに悩んでいたという。そのため、白系ロシア人の集まるお茶の水のニコライ堂に通い詰めて友達を探し、花嫁まで見つけた。長女のナターシャスタルヒン、1951年隊は日本航空の客室乗務員を経て日本初の日焼けサロンを創業。 現在は栄養士として各地での講演会や健康をテーマにしたテレビ番組の出演等の活動をしている。2008年7月15日の巨人対中日戦では父と同じ背番号17のユニフォームに身を包んで、また2016年6月7日の日本ハム対広島戦でもスルフィン生誕100周年記念試合として日本ハムのユニフォームに身を包んで、 共に、旭川スタルヒン球場、それぞれ始球式を務めた。女優の田中マリは親戚にあたる。1939年の勝利数は42勝で、あるが、戦後パリーグ記録部長の山内育児らが、戦前のスコアブックの見直しを行った際に、明らかにスタルヒンに勝利がつかないケースとなる2試合分について記録変更を行い、40勝とされた。戦前は、 勝利投手の認定に曖昧な部分があり、記録員の主観で判断されていた側面があったためである。しかし、スタルヒン没後の1961年、稲尾和久がシーズン最多勝利でこのスタルヒンの記録を破る42勝を記録したことから、戦前のスコアの修正について、再び議論が起き、最終的には1962年3月30日に、 コミッショナー裁定が出され、後から見ておかしなものであっても、当時の公式記録員の判断は尊重されるべき、という理由で、元の42章に戻された。その結果、稲尾の記録は、スタルヒンと並ぶ対記録となった。なお、42章のうち4章は、自らのサヨナラアンダによるものである。このシーズン4サヨナラアンダは1969年に、 東映フライヤーズの大杉克夫が更新するまで30年にわたってプロ野球記録だった。11月9日、巨人が優勝を決めた試合もスタルフィンのサヨナラヒットでの勝利だった。1946年に元巨人監督であった藤本貞義に誘われてパシフィックへ入団したスタルフィンであったが、これが戦後初の王座を左右することになってしまった。 当時の規定では、終戦前に所属していた球団と異なる球団に復帰したい場合は、終戦前に所属していた球団の承諾を得る必要があった。しかし、スタルヒンは、巨人の承諾を得ずに、パシフィックへ入団してしまったため、同じく終戦前の所属球団の許可を得ずに、パシフィックへ入団した、白石勝美、全巨人、藤井勇、前半身と共に、 日本野球連盟の調査が終了するまで、公式戦への出場停止を言い渡された。それにもかかわらず、藤本監督が豪をに癒して、白石、藤井両選手を出場させたことで、パシフィックは、巨人と阪神から提訴を受け、5月20日のセネタース、戦、5月23日のグレートリング戦、5月24の阪急戦、5月26日のグレートリング戦、4試合とも、 阪急西宮球場を0から9での敗戦、没収試合とさせられた。この結果、パシフィックの勝ち試合だった5月26日のグレートリング戦の勝敗がヒッリ、帰り、グレートリングに一勝を加算されることになった。この年のペナントレースは、最終的には、グレートリングと巨人の争いとなり、グレートリングが一勝差で戦後初優勝を勝ち取った。巨人は、ペースをしたがために、 最大の敵、グレートリングに一勝をプレゼントし、その一勝の差で優勝を逃すという皮肉な結果となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。